今回購入紹介するのは BTS のジンのソロシングルの The Astronaut のグッズです。です。で、今ね、これ買ったばっかりっていうんで、ビニール切ってないんだけど、これちょっと光ってテカって映っちゃうんで、まずこのビニールを取ってっちゃいたいと思います。じゃあ、袋がね、を取ったんで、ちょっと一つずつ紹介していきたいと思います。で、多分これがなんだ？なんか。フィットのマグネットセット2900円です。です。かわいい。で、なん投資、投資になってたかしら。これはキャラクターで、こっちはキャラクターが宇宙にいるみたいな感じなのかな？うん。シリコンで。そうそう、だから柔らかいんですよ。触ってこうやって、まあ、この袋の中に、まあ、あれ、まず、なんだっけ？あ、これもほら、こうやって潰れるんだ。なんか、オープナーとして使えるんだって。オープナーとして使えるらしいです。裏側がそうなってるな。じゃあ、ちょっと開けてみようか、じゃあ。開けてみます。で、こんな風になってます。ああ、そうだね。こんな風になってるね。缶を開けるやつ。で、ここは磁石なの？そうだ。で、もう一個。の方は、ただの磁石。真ん中についてる。そうそう。で、この、で、柔らかい、さっき言ったようにシリコンの中にこうやって柔らかい。うん、こっちも、特にここね。そうそう、あの、鍵、さっき鍵になってるから、ここペコペコ。穴開いてるから。そう。そう他はね、硬いんだけど。ここだけペコペコしてる。うん。不思議な感じ。でーす。これがマグネットセット。マグネットセットでーす。でーす。マグネットチンパ好きなんで。じゃあ次、このちっちゃいの行こうかな。これキーリングでーす。ちっちゃいやつ。2500円でーす。じゃあちょっと開けていきます。これでーす。じゃーん。じゃーん。まぁ、ちょっと塩だから人形が汚れちゃうかもしれない。あんまり触る。全体的にね。そう。ずっと。ウッドでーす。座って空を眺めている姿を盛り込んだ人形のキーリング。キーリングです。で、ジンさんの意見を反映して上部に軽いボールチェーンをつけた。バッグとか鍵とか、まあ持っていける仕様みたいな。うん、ただ、その代わり、なくなってる可能性が高い。引き切れちゃうかもしれないから。そう、もう多分ね、僕らが言うと、これボールチェーン最弱だと思う。結構ね、このぬいぐるみの部分がこう、大きいと挟まったり引っかかったり、ね。そう、だから、あの、コンサートとか、うん、そういうのに、まあ、大事な時にそう持っていくのは中に入れてた方がいい、うん、そうカバンの中にそうでなんだそのまあそのまま危険かなとにかく人がいっぱい通ると人に引っかかったらもうすぐこれもげるからそのまま行かないんだよねそうそうでだからちゃんと大事に内側にも入れた方がいいもったいなくて使えない、うん、っていう感じでボールチェーン違うだけキーリングですちょっと箱は置いときますじゃあ今度こっちちっちゃいちょっと中くらいのやついきますどれだカトラリーセットかなじゃあ開けていきます。3400円です。です。この、カトラリーも光っちゃうからね。確かに。こんな感じです。この料理好きのジンさんらしいグッズっていう。です。本当はね、このビニール取りたいんだけど、ビニール取ると光っちゃって、あの、反射しちゃうから。なんだろうね、ここ。何？ここが、あの、アルバムのアートワークのデザインで。になってます。で、フォークとスプーン。フォークとスプーン。と、なんだろう、これ。フォークとスプーンってなんだろう。布巾みたいなやつかななんかわかんないけど、このなんだっけ銀紙に包まれたなんかあれなのかな錆びないようにとかそういうなんか多分そう、手入れ用品なのかもしれない。シールだ。シールらしいです。オフィシャル。シールステッカー同種、キャラクター4種、プラス銀の銅像4種のうち2種類が入っている。あ、じゃあ、開けてみます。あ、最後がいいかなじゃあ。今がいいか。じゃあ、開けてみます。じゃあ、いきます。いっせーのーせ。8番。8番のジンさんの肖像画なのかなこれそうね。ジンさんの4種類あるはずだから、そのうちの。なんだろう。多分5、6、7、8がジンさんね。ジンさん。の8番でーす。です。なんかここがね、なんかなんだろう。ちょっとベトベトするっていうか。あ、ほんと。なんか昔の。不思議な食感。なんか昔の食感じゃない。なんか、そう、びっくりマンじゃなかったけど、こんなのあったような気がするね。これがまずジンさん。さんでーす。1枚目ジンさんでーす。で、もう1枚が。いっせーの、せー。あ、キャラクターね。7番だ、ね。7番と8番がいっちゃうね。順番にじゃあ、1、2、3、4ってなってんのかな。かもしれないな。かわいい。でーす。だからこの、さっき言ってたこのキーチェーンなのかな空を見上げてるみたいな。結構なんかこのバラバラに離れてんね。うん。この月は月。って感じの2枚でーす。7番と8番。でーす。が出ました。だキャラクター、だからもしかしてキャラクターとジンさんがセットなのかもしれないね。そうだよ。そうだね。1枚ずつ。1種類ずつ。2種類入ってます。
で、カトラリーセットです。カトラリーセットです。じゃあ最後いきまーす。あ、最後違う。うん。今ここに乗ってんの、最後。いきまーす。これが、ラインランプ。ラインランプらしいね。なんかこう、壁とかに飾るランプみたいな。で、4700円です。です。なんかこうやっていっぱい分かれてるやつ。保護されてる。うん、この先っちょが黒に入って出まーす。ウッドと星と音符がある。じゃあちょっと剥がしていこうかな。少しこんな具合に、例えば星だったらこんな具合。さっきのスプーンとかフォークとかについてたやつ、ね、そう、こんな感じで、で、これがウッドかわいいです。で、あ、そうか。で、これが音符。なんか惑星と音符が合体してるみたいな。です。で、かわいい。最後、これが、なんだっけ、電池。電池式。そう、2本かな。うん。になってます。になってます。コンセントがなくても、どこでも飾れる。そう。仕様になってます。そう。かわいい。になってます。で、さっき言ったように3種類ね。だからもう一回見せる。ウッドと、うん、どういうことかな。ウッドと音符と、うん、マリコンの星の3種です。あります。そうです。これが ランプって感じです。すべての商品にシールついてるんじゃないかと。あ、ついてない。で、ちょっと今気づいたんだけど、すべての商品に1枚と2枚セットずつなんだけど、うん、シールはついてる。ついてました。じゃあちょっと開けていきたいと思います。さっきは、ちなみにさっきはね、この7番と8番7番と8番が出ました。じゃあ行きます。じゃん。あー、やばい、これかぶって、いきなりかぶって8番のジンさんです。ないわ。じゃあまさか、なんだ、こっちも一斉のじゃあ、あー、かぶり。7番のウッドが出ました。ルックってやつ、まさかのかぶり。こんな感じかぶりそんなやばいね、幸先悪いね。行きます。いや、とりあえずかぶりじゃない。かぶりしてほしい。いいせーのせ。あー、違うね。7番。あ、ジンさんのなの。これじゃあジンさんも8枚ってこと？だね、そうだね。8枚ずつあるの？そう、8枚ずつあるの。でも向きが。そう。こうなのに、こうなの。そう。ジンさんの7番。7番。じゃあそっちも、そうかな。せーの。じゃん。もう、かわいい。5番、ミュージックのウッドが出ました。なんか抱きしめてる。これはさっきの音符だ。そうだね。かわいい。とりあえずかぶり地獄から抜け出しました。うん。で、2枚ね。2枚。じゃあ最後のセットでーす。かぶりじゃなきゃいい。かぶりじゃないのはいい。一星のせ。あー、危ねえ。5番のジンさんです。かわいいやつ。照れてんのかな？うん、かわいい。ジンさんでーす。で、一星のせ。じゃーん。6番、ジャンプのウッドでーす。です。かわいい。です。で、結局この中ではこれと、うんうん、これと、まあ一個被っちゃったからちょっとあれだけど、はい、これこのなんだっけ？だから3種。ウッドは5、6、7。ああ、そうだね。おじいさんは5、7、8。そうだね。が出ました。じゃあちょっと見る。これ何や？じゃあ以上。が、これが、このシール。このセットの中に入ってるシール。シールで。なります。ちょっと1個で、ね、かぶり出ちゃったけど、まあ1個で済んでよかったかな。うん。うん。1セットで済んで。って感じでーす。で、次に紹介するのが、これ入んなかったんだよね。これだけでかすぎて。ウッドの抱き枕でーす。でーす。で、これだけならまだいいんだけど、これ折ってある。実はこれ。そう、こんな風に。もちろん長い。そう、だからさらにでかくて、ちょっとね、そのままなんだっけ、ここで映せない、でかすぎて。そう、ここに刺繍がある。そう。あと足？うん。がある、ちゃんと。がついてます。あ、で、これにもシールがあるんで、ちょっと見ていきたいと思います。シールだけ、ちょっとね、これ並べられないから、これちょっと抱き枕自体このまま、うん、にして、シールだけ取り出してみたいと思います。うん、で、これね、タグとくっついちゃってるから、ちょっと切るしかないっていうか。紐にってついてます。で、タグちなみにこんな感じね。BTS のロゴ。そう。で、これはこんな。これ注意書きなのかな、だから。多分ね。注意書きと、なんだ、あれかな、こんなやつって感じやな。日本語じゃない。うん。じゃあちょっと、
で、これがシールになります。じゃあ開けていきます。じゃあ、いっせーの、せー。おぉ !6 番のジンさんです。です。光が難しい。そう。あと、ちょっと不思議な感じじゃない？髪の色がね。うん。髪を見せたかったのかな感じです。のジンさんです。せーの、8番、アース。でーす。のウッド。アースを抱いてる。でーす。ウッドちゃんでーす。すごいやつが出ました。じゃあちょっと一応もう一回見せようかな。じゃあちょっと並べてみます。で、順番はちょっとね、今、急遽並べたんだ。あれだけど、こんな感じ。になります。自分たちが当たったのね。だから、全何種だ ?8 種8種で。でもやっぱ全8種のシールステッカーでキャラクターが4種、ジン肖像4種って書いてあるね。これが確認。じゃあ全部揃ったってこと？うん、でも番号がおかしいんだよね。前回の、ああ、続きってこと？グッズの続きなのかな？になってるのかな？そうだね、これ5、6、7、8。多分前回の時も番号あったよね。なんか今回は全8種なので、このかぶりを除いて、これで全8種揃ってました。多分書いてあるから。多分前回の続きなんじゃないかなって。うん。多分ね。うん。っていう感じだと思います。じゃあこれがシールでさっきの商品で、とシールでこれで終了とりあえず。うん。って感じです。